き弾む心人よのきらめきに揺れるということで、名曲は残るですよね。情熱の花でよろしいですか。はい、それでは、はい、いきますよ。ですね、はい、いきましょう、はい、いきますよ。情熱の花。初めて二人が
ために、これが原曲ですよね。教えてもらってるんです、ここに。本当に、年齢っていうのは、打点取るもんじゃありませんね。知識欲、いろんな知識を詰まってます。また教えてください。はい、次行きましょうか。ママちゃん。これね、ちょっとあれなんですけど、私今日ね、ボンゴを叩いたんですね。あ、もうさっきから叩いてるの分かってます？分かってますね。このね、タンタカタンタン、タンタカタンタンって、これね、非常に難しいんですよ、私。本当に苦手でね、叩けなくてね、自分の頭叩いてた方がいい。よっぽ楽だと思うぐらい叩けないんですよ。でもね、今日は叩けたいよ。ね、よかったですよね。これね、おそらく絶対調子に乗ります。次も情熱の花入れてください。今までは入れちゃ困るって言ってたんだけど、今度は入れて。はい、そんなわけでして、あ、次もですね、ヒロと美恵子さんバタフなくなっちゃった。いや、なんでそういう人ばっかりいるんじゃない。大丈夫でも、ね、さっきも言いましたけど、いい歌は残るんですよ、ね、それでいい歌っていうのは皆様頭のどっかにちゃんと歌詞が残ってるはず。だいたいね、一番ぐらいはね、何も見ないで歌いますよ。でも今の曲を覚えろって言ったら、おそらくスタンプあったら忘れますね。まあ、そんな感じで昔覚えた曲っていうのは、ね、いい曲だったと思いますし、私たちの性に合ってるんですね。昭和の人間、ね、もう本当に昭和の匂いだらけっていう感じのね。はい、ここで広田美恵子さんの広田美恵子メドレー、メドレー、オールディーズメドレー、いきます。
何曲出てきたか分かります？まあそうですね、今ですねこの広田美恵子さんの歌メドレーでやったわけなんですけど、3曲入ってましたよね。分かりました。はい、それでは1曲目は人形の湯で、バケーション。バケーション、よく見てるよ、ここ見てるよ。そう、1曲目はバケーション、2曲目人形の湯。人形の家やってないぞ。人形の家やった。惜しかった。やった、惜しかった。惜しかった。これね、あの夢見る、うん、シャンソン人形ね、人形のね、あの夢だね。はい。それで、3曲目が。Be my baby。Be my baby。その通り。誰か言いましたよね。はい。答えを言っちゃった。答え言っちゃった。はい。ね、これは3曲ね、メドレーでね、広田美恵子さんのヒット曲、それでこの次は人形の家を入れろってはいね、広田美恵子さんっていうのはね、整形手術で有名ですよね。整形はやるべきじゃないですね。はい、こんなこと余計なこと言っちゃった崩れるよね。今日はですね、先月はですね、ちょっと本当に今日もこんだけ大入り満員なんですけど、先月は椅子が一つも空いてなかった。私たちは地べたに座ってた。嘘じゃない、嘘じゃない、本当ですよ。本当に地べたにここに座って、ピアノの椅子にサンドイッチを置いて、私たちは横に座って、それでみんな全部席いっぱい。その時はですね、本当にお店の方々もね、大変で、もう音楽聴いてる暇なし。ありがたいわね、本当に。うん、もう本当にね、忙しい思いさせちゃって、本当に。いや、ありがとうございます。今日はですね、ちょっと椅子が何個か空いてまして、私たちの椅子も用意されてまして、それでママは今日はちょっと余裕があります、踊ってます。ママが踊り始めると、あ、やっと一段落過ぎたかな。次コーヒールンバだから踊ってもらう、はい、うん、そうですね。次はね、次の曲、また次の曲は生きてます。コーヒールンバ踊って、西田幸子さんですね。なんか踊って、えみちゃん、コーヒールンバ踊れますので、踊れる方どうぞ踊ってください。いきます。 1, 2, 1, 2, 3, 4.
あの体を動かすことはいいことです。あのね、やっぱりもう本当にやっぱりどうでもいいんですけど、体を動かして、あとやっぱり口も動かすといいですよ、おしゃべり。あのね、どんどんね、あの年齢がいくとね、しゃべるのが億劫になるっていう話を聞くんですね。でもやっぱり人が黙ってるって言っても喋ってた方がいいと思いますよ、うん、頭の運動、これもね、佐藤さん、はい、はい、次はですね、もうこれは本当に古い歌です。今、東京ブギウギ、ブギウギってのをやってますよね。あ、東京ブギウギはやんないんですけど、あのその当時の歌です。銀座カンカン娘。これどこですか？そう。はい、本当にあの知識豊富な高見、この歌は高見秀子さんが歌った歌で、それでこの銀座カンカン娘っていうのは、あ、言わない方がいいな。はい、うん、カンカン娘です。はい、行きます。分かっちゃう。行きます。次はですね、本当はあの予約席に取った人がね、今日はおそらく道間違えたんだと思いますね。それでちょっとここまで到着できなかった。雪降ってダメかもね。あね、そうだね。雪降って。そんなわけで月影のナポリをここに入れさせていただきます。ちょっと待ってね。
ありがとう。ありがとう。はい、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 お母さん、グッタイミング。ナイス掛け声。これ出るよ、ね、これ違うかな。では次は月影のナポリ、はい、いきます。言わなかった、いきます。1回だ、2回、一回でいいよね。え？うん、どんどん。いきます。二回。はい、OK。二回やります。はい。人が来なかったから、誰かですね、今から曲を言いますので、ここで皆様にバトンタッチでマイクをお渡しいたします。言って貸してください。これ全部。これだけ。違う違う。これとこれとブルーライト横浜、ブルーシャトー、雨の御堂筋、もう一個居酒屋。あ、居酒屋。居酒屋。全部できる。できる。ですね、今言いましたよね、居酒屋、ブルーシャトー、雨の御堂筋、ブルーライト横浜、言った言った、ブルーライト横浜言った、言ったよね、あ、言ったか、ちょっと
次のが待ってる。あ、帰る。また、またね。ありがとう。ありがとう。気をつけて。この次もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。そんなわけで、その曲の中で、あ、居酒屋、言ってないかな。ね、この中でちょっと歌えるような曲がございましたら、どうぞ前に来て歌っていただけると嬉しいんですけれど。あの、じゃあ、はい、居酒屋を。居酒屋を。じゃあ私ですね。いいね。楽譜がないよ。あると思うよ。あったね。はいはい。いいね。いいですか。それではですね。あ、居酒屋をもしかして女性で歌える人がいたらそっちの方がいいな。キムちゃん。じゃあキムちゃん。はい。はい、では森さんと、私、堀さんで居酒屋を行きたいと思います。始まんなかった人堀越さんが隣に行った方がいいんじゃない？さっき言ったら嫌われてた。ここへここへ。はい、じゃあ待って。これ見えますか？はい、見えます。だんだん私も年取ってきて遠くに見える。もしも。大丈夫ですか？すかされました。今ね、ちょっと練習を。はい、行きますよ。はい。でも書いてないから、どっちでも美味しいですよ。ちょっとね、ね、多分ね。はい。でも、人に、大丈夫、大丈夫。間違ってない。
堀越さんが歌ってくださいました。居酒屋、ね、はい、いや感想が素晴らしいな。初めてね、2人でね、デュエットしていただいたわけですけれど、やっぱり息がぴったりやってましたね。ね、はい、どうもありがとうございました。やっぱり、うまいと思う。御堂筋だって。御堂筋、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 はい、オーヤンフィーフィーさんが歌いましたね。フィーフィー、フィーフィー、はい、どうぞいらしてください。オーヤンフィーだね。そんなにいいんじゃったな。これはオーヤンフィーフィーさん。そんな元気だったな。そんな元気だったな。次さん、それでは入ってる、入ってる、入ってる。じゃあこっち、それではですね、お名前を。あ、そうだ、クミちゃんだ。クミちゃんだ、ごめん、お名前をなんて。だってね、クミちゃんが、あの、飯塚さんですよね。飯塚ふみ子さんが歌います。オンヤンフィーフィーさんの雨の御堂筋、行きましょう。
合わせて歌うっていうのは難しいんですよ。あのカラオケっていうのはね、あの前に文字が出てきてここ歌うんですよってねやってくれるんですけど、ここはそれがないんです。もう自分の感とあとは後ろのバンドの調子に合わせるしかないんで、本当にこれは歌う人は難しいと思います。はい、どうもありがとうございました。あの飯塚ふみ子さん、はい、が雨の御堂筋が歌ってくださいました。はい、それでは3曲目はどなたですか。どなたですか、3曲目誰お母さん。お母さんに歌わせようとしてます。カンカン娘ですか。あのね、92歳、あのね、うちの母もう亡くなっちゃったんですけど、うちの母とあのこのお母さんは同級生だったんです。学校は違うんだけどね、年が一緒だった、ね、だから生きてたらもう本当にあれですね、もうずっと来るところがありますよね。じゃあお母さんカンカン娘やろうか。上を向いてる子だよ。上を向いて歩こう。だったら歌える。お母さん、お母さん、上を向いて歩こう。ほら、頑張れ。いいよ、上向いてれば。ゆっくり演奏するから。ちょっと待って、これがどこまで届くか。じゃあ、椅子を持ってみますから。お母さんもちょっとこっち来てくれた方がいいかな。入れる？また、これはこういう何言ってる、自分って言った。これは92歳 の、 あのピアノのお母さんです。ピアノのお母さんがピアノを弾いてるトモコのお母さんが歌います。お母さん、娘がピアノを合わせてくれるから大丈夫だよ、ね、でも安心して歌って、はい、
親子のデュエット、ね、もうなんかじっときちゃうよね。私も出ちゃうとこだったらもう本当にね、もう本当にね、なんとも言えないこういう感動もあるんですね。お母さんどうもありがとう。お母さん来てくださったよ。お母さん来てくださった、来てくださった、素敵、いや本当にありがとうございました。私たちにね元気をくれる、うん、頑張ろうね、頑張ろうね、ありがとう、うん、頑張ろう、はい、元気元気ね、もう本当に涙出そう、鼻水も出ちゃったはい、ね、それでね本当にもう次の曲はいいです、次はですねアンコールの前の曲になってちょっと退屈してるみたいですけれど、また会う日まで私が歌います。ちょっと待ってください。これこれこれ、ちょっと待ってください、違うよ、昭和の曲、それではまた会う日まで。
これ調子いい曲ですので行きましょう。はい、ちょっと待って、thank you.
眠くなっちゃったと見えたらいなくなっちゃったんでまあね、楽しいね、ひとときを過ごせたかなって、私たちは楽しかったです。アンコール、はい、アンコール、皆様は言われたいつもありがとう、アンコール、アンコール、終わりませんけど、じゃあ好きだね、大丈夫、時間は大丈夫ですか、やめた方がいいですよ、じゃあ、マシケナだ。これは皆様に、おぱ、おぱ、おぱ。おばじゃない、おじじゃない。おぱ、おぱ。ハピーツペパの、パパ。で、おじなんて言っちゃダメよ。はい、それでは、掛け声かけますので、そしたら皆様、おぱ、おぱ、おぱ、お願いします。Oh,
助け。